この動画ではこれから皆さんが外国語学部に入学するにあたってこういう心構えで入ってきてもらいたいなという私の希望をお伝えします。まずネバネバチャンネルのテシさんとララさんがケンブリッジ大学の日本学科でどんな勉強をしたか話している動画は見てもらえましたか？外国語専攻の大学生が目指すべき理想の姿なのでぜひ見てください。その動画の最後にこんなやり取りがありました。この4年間って一つの言葉で表すんだったら4年間っていうかケンブリッジの3年って一つの言葉で表すんだったら一つの言葉で表すとしたら大変楽しい。大変けど楽しい。そうです。なんか大変じゃなかったといえば嘘だから本当に大変だったんですけどすごく勉強になっただけじゃなくて卒業できてすごい経験だった。本当にたまにだけなんですけどケンブリッジのストレスがちょっと懐かしい。いつもストレスでいろいろなんかができるのでなんかあやばいやばいやばい今やらないといけないから懐かしい。本当懐かしい。本当にあっという間に終わっちゃったって感じですね。特別な経験だった、はい。いやいいですね。すっごい大変なんだけどすっごい頑張ってすっごい楽しかったっていうことでなんかこうやりきったすがすがしさがあります。皆さんにもそういうレベルに達してもらいたいと思ってます。これから4年間すっごく頑張ってすっごく楽しいっていう外国語専攻の醍醐味をぜひ味わってください。あの神田外語大学って結構学費高いじゃないですか。4年間で500万円以上かかるんで私立大学の文系の学部の中では全国でもトップクラスです。なんで皆さんには4年間で500万円以上の価値のある経験をしてもらいたいんですけどそういう価値のある経験はテシさんやララさんのようにすっごい大変なことをすっごく頑張ってやることで得られます。すごい大変だったんだけどすっごい頑張ってすっごく楽しいって思えたら5000万円とか5億円ぐらいの価値があると思います。まああのちょっとそういう金額で表すのはあれなんですけど500万円の学費を払って5000万円5億円に相当する経験ができるのかまたは50万円ぐらいの経験しかできないのかっていうのは皆さんがどれだけ頑張れるかっていうのにかかっています。500万払ってるんだから元取ってやるぞっていう意気込みで真剣に勉強してください。で、4月からそうやってバリバリ勉強できるようになるために今のうちからしっかり学習習慣を身につけておいた方がいいです。それにはこの TOEIC 講座で毎日コツコツ地味なアプリ学習を続けるっていうことが役立ちます。4月から始まる大学での勉強のウォームアップだと思って真剣に取り組んでください。なので毎日最低でも1時間できれば2時間3時間4時間アプリ学習をやってください。自聴自講というのは自分で調べて自分で考えるっていう意味です。自分の手を使って調べて自分の頭で考えるとよく身につきます。なんでこの TOEIC 講座のアプリ学習は自聴自講の姿勢で取り組んでください。自聴自講の習慣が身につくと TOEIC 学習以外のこと例えば大学での学業だったり大学を卒業した後社会に出てからのいろいろな場面でも役に立ちます。なので今のうちから自分で調べて自分で考えるっていう習慣を身につけるように心がけてください。ただ自分で調べて自分で考えてもわからないっていうこともあると思います。そういう時は遠慮なく質問してください。この TOEIC 講座用に質問を受け付ける掲示板を用意しました。 Google クラスルームにリンクを貼ってあるんでそちらに質問を投稿してください。質問をもらってから24時間以内に返答いたします。外国語専攻の課題ってかなり大変なんですけど一緒に勉強するスタディバディがいると自分一人では到達できないレベルまで頑張れるっていうのがあります。テシさんとララさんもそうですよね。宿題すっごいたくさん出て本当に大変だったんだけど一緒に図書館とか行って勉強したっていうふうに言ってました。
なんで皆さんも積極的にスタディバディを作ることをお勧めします。一緒に頑張れる仲間がいるといいですよね。この TOEIC 講座はオンラインなんでなかなか友達を作るのは難しいかもしれませんが、 Google クラスルームのストリームを使って受講生とコミュニケーションを取ることができます。このクラスのストリームは受講生が自由に書き込める設定になっているんで、例えば Zoom を使った勉強会のお知らせとかそこに載せて一緒に勉強する仲間を募るとか、そういうことやってください。 Zoom でミーティングを設定して、その Zoom ミーティングのリンクを Google クラスルームのストリートに貼って、何月何日の何時からZoom でつないで TOEIC の勉強会やります、参加したい人はこちらのリンクからどうぞみたいなメッセージを書くとか、あと Google クラスルームの Meet リンクも皆さんが自由に使える設定になっています。ストリームのページのタイトル部分に Meet リンクっていうのがあるんですけど、そこを押すとカメラが起動して Zoom と同じように他の人とビデオ通話ができるようになっています。なんで例えばストリーム上に今から Google Meet つないで TOEIC の勉強します、一緒にやりたい人は Google Meet で会いましょうみたいな書き込みするとか、そういうのもどんどん積極的に行ってもらいたいと思います。そういった機能をうまく使えば他の受講生とつながることはできるんで、あとはどれだけ積極的になれるかですね。恥ずかしがらないでどんどん誘ってください。でもし誰か誘ってくれる人がいたらどんどん乗っかってください。そうやって他の人と絡むことでコミュニケーション能力が鍛えられて、外国語を学ぶ上でもプラスになります。